皆さんこんにちは、ワナリグルビジです。では今回はアウトオブパークベースボール斉藤佑樹物語の続きをやっていきたいと思います。で、7月まで、進んできましたので、まずはね、順位表を確認しておきましょう。オールスターの投票も来ているようですが、まずは順位表。うお、ファイターズが最下位に沈んでるね。29勝48敗。まあ、ただ、最下位争いをね、まあ、どうこうっていうところではないんですが、5位オリックスとのゲーム差は1。ライオンズとも、まあ、射程圏内。で、3位ロッテ、まあ、いわゆる A クラス、ですね。ここに食い込むには少しね、ゲーム差が開いているようなので、連勝が必要になってくるのかなというところですかね。では、続いて個人成績も確認していっちゃいましょう。個人成績表ですが、ずらっと、楽天とソフトバンクの選手が目立ってますね。続いてピッチングの方ですね。投手の方ですが、まあ、和田が頑張ってるね、ここでも。で、今のところ最多勝は8勝を挙げているのが3人いますね。ディクソン、唐川、和田。彼らが8勝を挙げていると。で、7勝を挙げているのが噂は、ちょっと頑張ってくれてるなっていう感じがしますね。はい。では、早速ゲームの方に入っていきましょう。斉藤もね、ここのところ勝ち星がないので、今日は勝ってもらいたい。ライオンズ戦です。先発は、斉藤。ライオンズの方がヤギが先発になっています。ちょっとヤギの能力ですね。はい。では、先発斉藤とヤギの投げ合い、ファイターズ、ライオンズ戦を確認していきたいと思います。では、1回の裏、斉藤の登板ですね。早速、立ち上がりが重要なので、まずね、立ち上がり。ここは一塁線転がしてきた。が、大丈夫だね。なんだろうね、結構セーフティー狙ってくるバッター多いですね。セリーグってどっちかっていうとね、パワー対パワーみたいな昔のイメージがどうしても頭の中にあるんですけど、斉藤のね、フィールディング、足元にボールを転がしてくるケースが多いんで。さあ、ランナーを出して森か。森はね、身長がね、僕よりも確か低いぐらいなはずなんですけど、一発ありますからね。まあ、ただここは転がせて、ダブルプレイでしのぎましょう。ダブルプレイシフトを引いて、一気に転がす。ここはレフトフライ。中村隆也に、隆也ですね、にセンター前ヒットを許してメヒア。ここはどうしても抑えたい、いい場面なんですけどね。これは持ってかれたんじゃないか。持ってかれた。スリーランホームランですね。いきなりのスリーラン。いやー、斉藤か。いきなりのスリーランホームラン。まあ、ただ、残りをね、0点で抑えてくれればというところなんですけどね。ここで斉藤に再びアクシデント。ここは少し残念な初回の立ち上がりになってしまいましたけどね。ここで斉藤降板ということになります。はい。ゲームの方ですが、2対8でソフトバンク、ファイターズが敗れるという結果になっています。斉藤のね、
ちょっと状況も気になりますので確認を進めていきます。はい。そしたら斉藤ですね、1週間の怪我なので、中6日のローテーションが少し守れそうになかったので、一度故障者リストに入れて、代わりに吉田恒成を1軍に登録して先発させようかなというふうに思っています。こちらの吉田ですね。で、斉藤の方はですね、怪我明けに再びね、1軍に上げて代わりに吉田を落とすという形で進めていきたいと思います。はい。では、斉藤、怪我から戻ってきましたので、早速、その斉藤のね、登板になります。前回は1回3失点で怪我をして降板という斉藤だったので、まあ、1週間のね、怪我。で、10日間の故障者リスト入りからの明けての登板になるので、ここは、なんとかね、いいところを見せてもらいたいなというふうに思っています。ソフトバンク戦になります。千賀との投げ合い。やっぱり千賀とぶつかるよね。なんとかね、千賀にいい勝利してもらいたいなというところになります。はい。では、1回の表、斉藤の立ち上がりです。立ち上がり、前回はね、いきなり初回にスリーランを浴びて、そこでもう怪我をするっていう最悪のパターンだったんで、やっぱり初回をしっかり抑えてもらう。で、6回までを2失点、できれば3失点以内というところですかね。ではね、3回の斉藤なんですが、中村にツーベースを浴びてしまって、小関を迎えるという場面です。ノーアウトランナーが二塁と、ここは一つ踏ん張りどころが来てますね。先制点はできればね、与えたくない。いいですからね。ここはただ抜けていく。セカンドランナーは帰っては来ないな。そしたらここは1点を覚悟の上でゲッツーシフトを引いて、ゲッツーで。一気にね、アウトカウントを増やしましょう。で、明石を空振り三振。ここもゲッツー体勢そのまま敷きましょう。うまくゲッツーが取れれば、そのまま。無失点でいけるという場面でしたからね。で、ツーアウトランナーが三塁一塁。まあ、ここは、柳田と勝負。ここでワイルドピッチ。ワイルドピッチで失点ですね。一塁ランナーも二塁へ進んでいると。で、柳田の当たりは、センターが抑える。ワイルドピッチで1点を失った斉藤という場面になります。今日の先発マスクは近藤ですね。内川にライト前ヒット。まあ、ここはゲッツーシフトを引きつつデスパイネ、一発があるので怖いんですが、クイックで投げてもらいましょう。OK だ、ゲッツーが取れる。理想的な6-4-3。プロ野球もね、開幕が4月に、まあ、ずれ込んで、今のところ24日、最短で24日っていう説のようなんですけどね。まあ、例年というか、まあ、当初の予定より1ヶ月以上遅い開幕になるっていうのもあって、坂本なんかね、最年少での2000本安打達成の記録がね、その1ヶ月遅れることによって、まあ、危ぶまれるとか、ちょっとそういう話にも及んでいるようですね。個人的なグッドニュースとしては、4月の3日かな、4日だったかな。バンコクでディズニーオンアイスをやるっていうので、ディズニーオンアイスのチケット取ってたんですけど、その公演も、
キャンセルになりまして、まあ、お金が返ってきてくれるっていうね、もうそれくらいしかグッドニュースはないですね。さあ6回の斉藤なんですが、2塁に中島を置いて柳田、ここも柳田だな。これはいい当たり、落ちるね。レフト前ヒットになります。ここも内川にセンター前タイムリー。これで勝ち越しを許してしまった斉藤。さらにワンアウトランナー二塁一塁でデスパイネ。もうデスパイネここまで見るとホームランが20本、アベレージも3割2分8厘。いや、なかなか恐ろしい数字ですよね。まあ、ただここはデスパイネをダブルプレーで仕留めたい。ただここはライト前に抜けていくあたり。さらに内川が帰ってきて、この回2失点目。さらにこの当たりもちょっと残念な当たりでしたね。レフト前に抜けていくという当たり。斉藤ここまでかな。ちょっと今回も斉藤勝てませんでしたね。さあゲームの方は1対6ということで、その後6回に大量失点、5失点で残念ながら敗戦ということですね。なんとかね、この負のスパイラルから抜けてもらいたいところなんですけどね。斉藤の登板になります。今回はマリーンズ戦ということになりますね。では1回の斉藤になります。足の速い1番沖田、ここも転がしてくる。ただセカンドがしっかりベースカバー入ってくれて、まずはワンアウト。ただ角中にツーベース。ただちょっとこれはどうしたんだという当たりだな。松本がちょっとお手玉してしまったのか、その間にランナーが二塁に進んでしまったというところかな。ここもセンター前タイムリーか。センター前タイムリー、いきなりの失点か。斉藤ちょっと最近持ちこたえられない場面多いな、重要なところでね。この当たりはレフトが抑えて、ツーアウトランナーが一塁。ちょっと待ってくれ、ここで走られてしまうか。で、ツーアウトランナー二塁。1失点で1回を切り抜けたいよね。 OK だ。これで1回の斉藤ですが1失点で、まあなんとか切り抜けたというところですね。はい、ではワンアウト、ツーアウトランナー三塁でレアードを迎えるという場面ですね。レアードにはね、1回にタイムリーを浴びてますので、警戒しなきゃいけないバッターということになります。ここは、さっきの借りを返すという意味でも、レアードを抑えたい。中田翔の脇を抜けて、2打席連続タイムリー。さらにレアードに、前走られてるからね。レアードに走られるってどういうことよっていうところですけど。レアードに2打席連続タイムリーを浴びて2対2の同点に追いつかれた斉藤というところになります。
ツーアウトランナーが二塁一塁、4回の斉藤です。バッターは9番藤原を迎えるというところ。ここは空振り三振。8回に入っている斉藤、ただここでスタミナが切れてきてワンアウトランナー二塁一塁という場面なので、ここでね斉藤は降板させましょう。残念ながら今回も斉藤勝ち星つかずというところですかね。はい、ゲームの方は延長10回、ファイターズが4対2で勝ったというゲームになります。はい、では斉藤の7月の最終登板になると思います。ライオンズ戦になります。では1回の立ち上がりの斉藤です。1回を無難に乗り切るとね、少し安心感が出てくるんですけどね。前回のロッテ戦はね8回2失点ということで、まあ勝ち星はつかなかったんですけども、まあ、十分に投げてくれたのかなっていうところありましたからね。同じような立ち上がりからしっかり長いイニングを投げてくれると勝ち星がついてくるかなというふうには思います。はい、2回の斉藤なんですが、源田に走られてしまってツーアウトながらランナーが二塁という場面になります。先制点を取ってくれてるのでね、ここは守りたい場面で見逃し三振。はい、ではここね、秋山がファーストにいます。秋山はね今年からメジャーに行ってますけども、20年のね、秋山どういう成績残してくれるのか楽しみだなという思いはありつつ、ここは2点をリードしてもらってる斉藤からするとどうしても0点で切り抜けたい。ダブルプレーシフトでいきましょう。さらに足も速い秋山なんで、ここはクイックで投げましょう。よし、まずはワンアウト。メジャーの方もね、まあ開幕がいつになるかもう全くわからないっていうね、まあそういう状況になってますからね。まあもう夏、ゴールデンウィーク、まあ、海外旅行行ける、そういう見込みはこのままだとね、ほぼないんじゃないかなっていうところなんですけど、まあ、その分お金を貯めておきたいというところで中田のエラー、ボールを取れずランナーも二塁に進んでノーアウトランナーが二塁。2点のリード。なんか田中健介が今飛ぶようにこの足の速さあったっけっていうような足の速さでやってきましたけど、これでワンアウトランナー二塁。この当たりは抜けるか、抑える。よし、これでツーアウトまで来ましたね。この回も0点で抑えてほしい。ここでフォアボール。岡田を歩かせて、まあ、結果的に二塁一塁なんで、まあ守りやすくはなったのかなというとこですが、ここはしっかり抑えてくれました。はい、秋山にライト前、ヒット、
その後、栗山を歩かせて、中村を迎えるというところですね。ここまで中村、ホームラン13本。アベレージが3割5分。中村はね、ホームランも多いけど、三振も多いっていうイメージなんですけど、アベレージが今シーズン3割5分。これリーディング狙えるぐらいのね、数字になってますね。その中村を迎えて、これは打ち取ったあたり。大丈夫ですね。ただ、秋山が果敢にサードを狙って、ツーアウトランナーが三塁一塁。リードは5点ですね。ここは歩かせてしまって塁が埋まった。山川、足の遅い山川なので内野は深めに守りましょう。ただここはその深い内野を抜けてライト前に2点タイムリー、2点を献上。なお2アウトランナー2塁1塁。大丈夫だね。ここはしっかり抑えてくれて、まあ2失点。まあ2失点で切り抜けたという表現がいいかな。はい。ではね、4点リードしてもらっている斉藤なんですが、もうここでスタミナが切れてますので、斉藤はここで交代させます。はい。ゲームの方は9対2。ファイターズが大勝したという一戦。斉藤も約1ヶ月半2ヶ月ぶりぐらいの勝利になりますかね。投げてくれています。はい。ではね、斉藤7月いきなり怪我をしてしまうスタートだったんですが、まあ、約2ヶ月ぶりの勝ち星を挙げてくれたということでね、8月9月とファイターズの巻き返し A クラス入りを目指して、8月ね頑張ってもらいたいと思います。では7月の斉藤ということで、今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。